藤沢秀俊7月8日台は、日本のジャーナリスト。元東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会広報局長。元 NHK 解説委員長。元アメリカ総局長。徳島県出身。高校時代に AF ズプログラムにより、米国へ1年間留学。徳島県、縦脇町高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部卒業後。 1973年、記者として NHK に入局。札幌放送局、外新部などを経て、1982年より1993年まで、香港特派員、ロサンゼルス特派員、ワシントン特派員、市局長を歴任。さらに帰国後の1995年からは、NHK ニュース級にキャスターとして出演。2003年には、 NHK アメリカ総局長に就任し、2007年まで務めた。後任には、記者出身で中国総局勤務経験もある脇田哲氏が就任した。同年帰国後、NHK 解説委員に就任、翌2008年6月16日付の人事で同委員長に昇格し、2012年6月まで務めた。 2007年11月19日から翌年3月までメインコメンテーターとしてニュースを地球にレギュラー出演した。これは前任の柳沢秀夫が病気により降板したことに伴うものであったが藤沢にとっては約9年半ぶりの21時代のニュース番組担当となった。NHK を定年退職後南スーダンの公共放送課を支援するプロジェクトに 参加していたが、2014年に東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会広報局長に就任した。2016年退任。ありがとうございます。